実写映画版のジェットファイア。スカイファイアーは、宝とミートハズブロのロボット玩具、シリーズ、トランスフォーマーに登場するキャラクターである。当記事では、その派生キャラクターについても記述する。テレビアニメ、戦え。超ロボット生命体トランスフォーマーでは、航空防衛戦士、スカイファイアーとして登場。元デストロン所属であった、サイバトロン戦士である。 海外版での名称は、ジェットファイヤーとなっているが、アニメでは、スコヨーファイヤーとなっている。言語版では、グレッグバーガー、日本語版では、バン・オサム、安井国彦が声を担当した。第62話、スカイファイヤーの再生にて初登場。セイバートロン製の科学者であり、対戦以前は、スタースクリーム、ストスコーリムの旧友だった。大型の SF ジェット機に変形。 宇宙にエネルギー探索に出た際に遭難、地球に墜落し北極の氷の中で長い間、眠っていた。デストロン軍団によって発見され、スタースクリームに進められるままに軍団に加入するも、温厚で争いを好まない。スカイファイアーは彼らの非道なやり方に嫌気がさし、サイバトロン側に着く。デストロンの熱源強奪計画を打ち破るが、力尽きてしまい再び氷の中に消えてしまう。 その後、サイバトロンたちによって救助され、正式にサイバトロン戦士となった。武器はミサイルを発射する銃、4門の粒子ビームキャノン、8機の熱追跡格子ミサイル。ピークルモードでは、人間やミニボットをはじめ、通常サイズのトランスフォーマーも乗せることが可能。ニュージーランドのコミック版ではコンボイに代わりサイバトロンの司令官となる。元となった玩具は、 タカトクトイスから発売された長時空要塞、マクロスの VF-1S スーパーバルキリーでありパッケージにはタツノコプロの商子も貼り付けられているタカトクトイスの倒産後にバルキリーの設計製造を受け負っていた松城により生産されたが松城も経営危機に陥ったことから金型と販売権がバンダイに譲渡された後にも生産が続けられたためパッケージと 本体国印にバンダイと記載されているものもある。日本では未発売となっており、海外でもごく短期間の販売に終わっている。テレビアニメでは当初玩ングと同じデザインで登場すべく、設定画も起こされ、海外のテレビ CM ではその姿で登場しているが、最終的には異なるデザインが起こされ、言語版においては第7話に初登場。日本では 発売が不可能であるキャラクターの宣伝を避けるため、当初は彼の登場する回は放映しない方針が取られた。英語版の第22話が日本版では第15話として放映した際には、スカイファイアーの登場シーンは編集により全面カットされている。終盤で方針が変更され、スカイファイアーが初登場した回は第62話という最終回間近になって、 放映されるも、2話が未放送となり後に LD などの映像特典として収録された。日本でのテレビ未放映エピソードでは、が多くそのものを思わせる。当時発売された書籍では、サブタイトルリストのスカイファイヤーの再生を除き、彼に関して触れられておらず、軽文社より発売された戦え、トランスフォーマーの破滅の日を特集したページでは、 エアーボットのシルバーボルトに名前を取り違えられていた。ガング展開、トランスフォーマー G-2 では、デストロンのフーリガンの色替えで、空中系語音ジェットファイヤー、ジェットファイヤーとして登場。テックスペックのザウの名、科学の神秘の中に、勝利の鍵があるは G1 スカイファイヤーと同じ。能力値も地位が10から9になった以外は、共通している。 超ロボット生命体トランスフォーマーマイクロン伝説に始まるテレビアニメ作品マイクロン三シリーズでは一貫して副司令官の地位にある第一作超ロボット生命体トランスフォーマーマイクロン伝説では副司令官ジェットファイヤージェットファイヤーとして登場日本語版では千葉新保英語版がスコット・マクニールが声を担当した第十2は理由にて 影の姿で登場。第25話、軍師にて初登場。天空の騎士を自称するようにサイバトロンの数少ない空中戦力である。地球に来る途中でスキャンしたスペースシャトルに変形する。コンボイ、オプティマスプライムたちが地球にいる間、セイバートロン製の留守を任されていたが、中盤において地球を訪れる。まだ若い戦士であるためとても好戦的で、 活気に溢れており、サイバトロンのムードメーカー的な存在であるが、ノリが軽く、調子に乗りやすい面が見られる。武器は、プラズマブラスター。コンボイとリンクアップすることで、ジェットコンボイ、ジェットオプティマスになる。パートナーマイクロンは、ソナー、コマター。ガング、編集日本では2003年3月の5月頃に、行われた、エボリューションキャンペーンにて、 海外版が検証品として配布。6月に色彩を変更した国内版が MC-09 のナンバーを与えられて発売。ガングはパートナーマイクロンはソナー、コマターが付属しコンボイと合体することによりジェットコンボイ。さらにウルトラマグナスが加わることによりマグナジェットコンボイに合体できる。海外版の基準ではサイズはギガコン。 その他の玩具、編集ビッグ、トランスフォーマーバージョンにバヤから発売。最終紐フィギュア。第2作、トランスフォーマースーパーリンクでは、副司令官スカイファイヤー、ゼットファイヤーとして登場。G1 とは日本語表記が微妙に異なっており、G1 のキャラクターは、スカイファイヤーであるがこちらは、スカイファイヤーである。日本語版では、檜山信之が声を担当。英語版は、 前作と同じ。前作に引き続き、スペースシャトルに、グランドコンボイ、オプティマスプライム率いるチームコンボイの一員であり、何事も恐れない、熱血感として描かれている。その一方で、ロードバスターたちの成長を見守る面や、平和とは何のためのものであるかを語るなどのシリアスな面も見せている。第十八話、死闘。オメガコンボイにて、ユニクロンの 劇中では明確な形で前作のジェットファイヤーと同一人物であるとは明言されていないが、テレビマガジンの付録のビデオによれば地球人との交流に備えて姿を変えたとされている。ガング、編集2003年12月27日に SC-05 のナンバーを与えられて発売。ロードバスターとのセット箱 SS-02 スーパーリンクセットも発売されている。 9月29日に SC-25 のナンバーを与えられて s k イ f i r e S が発売された。エネルゴンウェポンが付属。海外版の基準ではサイズは共にメガクラス。国内版では音声ギミックが削除されている。アップグレード形態であるスカイファイアーエー S の玩具は海外ではオーバーカストという別キャラクターとして発売された。 スカイファイヤーの兄弟であり、戦争を嫌って何世紀もの間、宇宙探索に出かけていたと設定されている。その他の玩具、編集トランスフォーマーチューイングがムカバヤから発売。彩色済みフィギュアで、ダフィギュアとスーパーリンク可能。上半身、下半身共にロードバスターと合体している。第3作、トランスフォーマーギャラクシーホースでは、副司令官ドレッドロック。 ジェットファイヤーとして登場。マーケティング方針の違いにより、日本版と海外版では、設定が異なっており、海外版では、前作のスカイファイヤーと同一人物という設定。日本語版では、石川秀夫、英語版が、ブライアンドラモンドが声を担当した。アンマイナス225風の輸送機に変形する。一人称は、私または、俺。常に冷静で、 論理的に物事を考える慎重派。気まじめな正確なため、周囲のメンバーやコビーたちに振り回されることも多い。しかし、デストロンの横暴な振る舞いに劇場したり、意外と挑発に乗りやすかったりするなど熱い面も持ち合わせている。第39話では予防プログラムのインストールを何が何でも拒否しようとするなどといったコミカルな一面も見られた。 フォースチップを背部にイグニッションすることで、ドレッドキャノンバーストアタックを打つことができる。また、両肩のエンジンからは強力な竜巻である、ジェットストリームが発動する。序盤から登場したサイバトロンのメンバーの中で唯一、パワーアップしておらず、次々にパワーアップしていく仲間たちの中では少し、影が薄くなる。しかし、最終話である、第52話では、 新スペースブリッジ建設のため宇宙に旅立つ、ギャラクシーコンボイ、オプティマスプライムに代わり、宇宙連合の議長に任命された。海外版では、エナージョンでの戦争が終結した後、一時期、ネビューロンという惑星に移住し、この間に、現地人に近い鉛の喋り方で喋るようになったという、声優が変更されたことに配慮したと思われる、設定がなされている。ング、 編集2004年12月28日に GC-04 のナンバーを与えられて発売。海外版の基準ではサイズは共にウルトラクラス。付属フォースチップはセーバーとン製。実写映画トランスフォーマー、リベンジではゼットファイヤー、ゼットファイヤーとして登場。声はマークライアンが担当。日本語吹き替え版のキャストは野村健二。ゲーム版では クライブレビルが担当。オプティマスや、メガトロン並みに大柄な体格を持つトランスフォーマー。リーダーのマトリックス、マトリックス・オブ・リーダーシップを求めるザ・フォールン、ザ・フォールンの命令で地球に潜伏していたシーカーの一人。しかし、非道なディセプティコンを嫌って、オートボット側に寝返り、身を隠すため SR-71 ブラックバードに擬態、期待。 スミソニアン航空宇宙博物館に展示されていた。サムたちが接触して活動を再開したが、長い間エネルゴンを摂取していなかったため動くたびにパーツがこぼれ落ちるなど激しい肉体の老朽化が見られた。常に腰を曲げ、ランディングギアを杖として使用している。スペースブリッジにアクセスする能力を持ち、長距離のテレポートを行うことができるが、劇中では老朽化の影響のためか、 完全には使いこなしきれていなかった。性格は崩壊そのもので、私の時代の戦い方を教えてやる。と相手を引き倒し踏みつぶしていた。言動にはかなりいい加減で曖昧な部分がある。しかし、誰も解読できなかった、古代のサイバトロン語の意味やザ・ホールンの野望、マトリックスの重要性をサムたちに伝え、終盤では彼らのピンチに駆けつけるなど、 物語のキーマンとして活躍した。最後は自分は今まで価値ある行いをしてこなかったと自分の行いを償うかのように自らスパークを引き抜いて命を絶ち、オプティマスプライム、オプティマスプライムと合体し、ザ・フォールンスラシノグ圧倒的な力を与えた。小説版ではシーカーの一人であるランサック、ランサックとの因果関係が描かれている。 歴代のジェットファイアの設定が踏襲されたキャラクターであり、古い時代から地球に潜伏していたという G1 の設定とオプティマスとの合体、高戦的な性格といったユニクロン三部作で見られたキャラクター性が統合されている。ガングはリーダークラスのものの他に Easy コレクション版が発売しており、共にオプティマスプライムとの合体ギミックが備わっている。テレビアニメ。 トランスフォーマーアニメーテッドでは、エリートガード初級士官、ジェットファイアー、ジェットファイアーとして登場。ジェットストーム、ジェットロムの双子の兄弟。言語版では、トム・ケニー、日本語版は、山口勝平が声を担当した。第34話、ワスプの復讐にて初登場。SF ジェット機に変形。エリートガードの一員、ジェットストームと共にスタースクリームのデータを解析して、 生み出された戦士であり、ジェットストームと合体することで、エリートガード超速戦士セーフガード、セーフガードになる。また、ビークルモードの状態でドッキングすることもできる。スパイ容疑をかけられたワスプを逮捕するべく、センチネル、センチネルプライムの部下として、地球を訪れた。当初は、地球の航空機と、あまりに違う飛び方で飛行していたため、オプティマス部隊の面々に、 ディセプティコンと間違われてしまった。名前の通り、炎を操る能力を持っている。メンバーの中でも燃焼なためか、やや無邪気な面が見られた。勇者エクスカイザーの、レイカーブラザーズや、勇者王ガオンガイガーに登場した竜型、ロボット兄弟のオマージュ的なキャラクターであり、その合体シークエンスは潮流人のものとほぼ同じ構図になっている。2010年6月19日に、 ta-21 のナンバーを与えられて発売。ジェットストームとのセット箱、セット G も発売されている。アニメでの登場よりも、かなり早い段階で発売されたため、劇中でこのことをネタにしたセリフがある。開発担当は、波水昭吾。ガングシリーズ、変形。変形。トランスフォーマーでは、デザインはイデューバンコミック、ザ・トランスフォーマーズ。 ストロンブリンガーのものがベースとなっており、アニメ版のデザインとバルキリーを思わせる、旧玩ングの衣装をミックスしたものになっている。開発担当は、国広高氏。ガングに付属しているコミックでは、G1 アニメとほぼ同様の経緯で登場するが、スタースクリームが制作したマスコ型の洗脳装置によって操られ、デストロンの手先となってしまう。しかし、途中で、自身の意志を取り戻し、 弱者を守るためにサイバトロン戦士となる。かなり強引であるが、この玩具では、ガオークを思わせる形態に変形させることもできる。2010年にはトランスフォーマーガムでキット化されている。ありがとうございます。